はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あれです。サイレントヒルですね。続きでやっていきます。よろしくお願いします。コメントありがとうございます。どうも、やっぱりムービーをね、飛ばしてしまってたらしいんですよね。これ大丈夫かと思って。そのままね、プレイしちゃったんだけど、どうやら、お前、消費かこのゲーム。どうやら、ハリーは東大。シビル hasn't come back。そう、シビルは遊園地に行っていたらしいですね。That creep's sure to show up at the amusement park pretty soon. Let me be on time。ということで、ここで遊園地に丸がついている。遊園地にはついてなかったけど、矢印が追加されてますね。これでいいわけだ。でも特にアイテムが増えているわけではないと、これを持っていけみたいなものはないんですね。一旦じゃセーブだけする前に、多分 HP がやばいので、協力救命キットが4で、ドリンクが3、6か。まあ、協力救命キット1回使って、ですかね。ハンドガン弾が153。まだハンドガンで様子見ですかね。どうしても。これ、足とか関係ないよね。ごめんなさい、声が出なくなっちゃった。で、外に出ていけばいいのかな。怖いな。なんか吊るされた男か女が怖いな。まあ、あのムービーの時点で、なんだこういう音楽、マジか。ここから戻れるんだね。一応こっちババンって打ってった方がいいかな。それとも、あ、このままいけるか。ムービーの時点でもうコントローラーかメモかがおかしくなってた。やっぱメモリーカードの不具合がコントローラーに干渉するなんてありえない話なんですかね。もしそうだとすれば、いやでも、また正面、真正面から捉えてくるな。どこだ？出てくるか？ちょっと待って待って。この排水溝的なところか？いけるか？入れるか？よし。こっからいけるか？下水道の入り口が開いている。シビルはここから遊園地に向かったのか？危ねえ。なんか効果音なのか BGM なのかバグなのか何も全然わかんねえな。と。今あれか、後ろからぶん殴られたのか。あれ、これすでに紋章が描かれているんじゃないのか。大丈夫か。下水道地図、遊園地方面がある、取りますか。イエス。あれ、これカマキリが出てくるんじゃないの。足音に気をつけないといけないかな。それは嫌ですね。下手すると虫なんか足音しないからね。この金網、あ、ここからか。金網がね、ある時点ではカタ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 落としてくれるんだけど、場所によってはさ、あ、そうそうそう、この音この音、場所によってはね、5発だっけ。5発で十分なのか、4発あたりでとどめはさせる感じになるのかな。これだけね、気をつけると危ないんでね。わあ、上からか。上は足音がしないのか。これがしんどいな。もう一体いいんじゃないか。とどめは刺していく。まあでも基本5発でいいかな。今5発打って、もしかしたら当たらなかったのかもしれないしね。まっすぐでいいか。
この中にドリンク剤的なものが置かれている可能性もあるからね、ちょっと細かく調べていった方がいいのかもしれないが、あ、今またいたか、いるね。バグ捨てで、よし、落ちてくるか、よし、とどめ、よし。上にいる敵、まあ多分当たってない時があったよね、多分それをかこ何考慮すると、やっぱ5発ぐらいもう撃っちゃった方が、いやー、やるじゃねえか。反対向いて、先に進んでしまった方がいいだろうか。ここまでは多分追ってこれないはずだ、多分ね。しゃべれない、何もないのか。お、あ、懐かしい、モグラモグラちゃん懐かしいじゃねえか。パワーアップして俺の力を見せてやるぜ。ゆら、目のもうアルティメットタックルは食らねえんだよ。俺、ざまあないぜ。この音は、あ、でも嫌だな。横から来るからね。で、ハリーも、銃は構えてくれるんだけど、こういうドンキ、近接武器はね、あまり構える気がないんだよね。敵に向かって、それがちょっと怖い。とりあえず左から見ていくか。いそうか、わかんねえな。こういう広いところではハンドガンでちょっと応戦していくのがいいだろう。なぜここでモグラが出たかわからんが、こう構えと解除を使い分けた方がいいかな。ずっと構えたまんまでハリーが、ね、構え直してくれるっていうか、照準定めてくれるかちょっと怪しいんで、このゲームで。他にもね、ありがとうございます、コメントどうも。まだ分岐があるらしいですね。あ、そうだね、4つエンディングがあるんだっけ。だから、まあ、2つ分岐があっても、来た、おかしくない。今どうした、みたいな。もう一回、あー、くそ、やるね、やっとくか。オッケー。で、ドリンク飲んで、ハンマー構えて、で、これだよ。よし、もう一回。色がバイオレットかどうかちょっとわかんないな。あ、バイオレットですね。美しいですね。危ない、ギリギリ。よし、いいね。あ、見た目よりちょっとリーチ長いな、このハンマー。いいぞ。あ、気をつけろ。やっぱ要はハンマーだな。何か音がする。BGM か、それとも敵かなのか。一体いるな。よし。三、四、五。もう一体。いないか。ハリー、蹴飛ばせ。はい、大丈夫か。地図は？地図表示してくれた方がいいな。右下とかにね、右下左下に、そうすると非常にありがたいんだわ。これ盆栄完全に完成し仕上がってるでしょ。もう絶対飛べられないでしょ。どうやらお話はかなり後半に向かっているらしいんですがね、どこまで進んでいるのかは未だにね、自分でも把握できていない状態なのが、まあ、ちょっと申し訳ないんだけど、お話がね、どの、ん？モグラ、いるじゃねえの。どこにいたんだい？ねえ、格好撃退だから、あ、使えるか？使えない。アルティメットタックしてこない。どうした？今更俺にするよって人も、許さねえぜ。
弾も結構安定してきたな。ハンマーも強いしね。で、そうそう、あ、びっくりした。ニコニコ動画の時報か。大丈夫か。また広いところに出る。しばらく一本か。一本道だから、あ、モグラ。あ、でもこのカメラアングルだったな。敵が何体出るか分かんないんだよな。あ、見にくい。モグラの後ろから、これもう敵に振っちゃうか。モグラの、あ、モグラのね、後ろからカマキリが出てきたりすると結構怖いんだよね。よし、まあそれでも、いや、一撃でなんとかなればいいでしょう。音からして多分出てこないと思うんだけど、音はしないんで。よし、うっ、あー、やるね。当たらない。ん、どうした、大丈夫か。とどめは刺さないと。あれか、どうもあまり至近距離だと当たってないから、ちょっと当たる判定の、うわ怖い、当たる判定の距離があるんだ、ちゃんと。ということは遠目からきちんと当てていかないとダメということですね。あ、当てなかった。もう一回、4発で倒れるので遠目、よし。基本は4発、4、5、6発、これが安定かな。よしよしよし、少しずつ分かってきた。下に何かいる？いるね。あ、ここ渡っていくんじゃないの？どうした？先に進めるか？端から上げるか？上げるか？よしよし。ね、もうじき。うわ、なんか BGM がすごいな、盛り上がってる。あれ？なんだこれ、木馬か。アイテムが何にもないか。あの少ないアイテムだけでここに乗り切れってことだったのか。結構きついですね。ね、いい加減、あの赤い水ようやく使えるらしいんでね。本当に使えるのかな。もうてっきり俺はもうハリーに飲ませて強化していくスタイルかと思ったんですけど、真っ暗すぎる。ここの地図は持っていない。ここはどこだ。ちゃんと遊園地なんだろうな。遊園地だったらすぐパンフレットがね、どっかにあるはずだ。が、全く分からん。暗すぎて。敵は出るのかな。何分？13分か。はい。おお、久々の、んー、なんだっけ、名前忘れてた。ゴーストかな。ゴースト、過去仮にしておこう。あ、そういえばでかいゴーストがねいるらしいんだけど、それはどこにいるのかな。まあ別にいないならいいんだけどさ。で、確か、うわー、モグラ仕方ない、当たんね。やれるか、やれたか。まだちょっとあまりにも近すぎたな。ほら、よし。コンピューターに対しての死体切りはね、躊躇しない。どうに行けんだ？ん？羽しびとか？違う。何か機械音がする。そして処理落ちしている。サイレントヒル3が確か遊園地がステージなんじゃなかったかな。いやー、全然ファンシーな気分になれないな。あ、そっか、地図ないんだっけ。地図が欲しいな。で、この音楽のせいで敵の足音が聞こえなくなる可能性があるから。ちょっとモグラの足音ってしないんだよね。やだな。これも乗れないの？メリー、ね、遊園地なんてもう行かないから。だけど、あ、乗れないのか。昔ね、昔ってか今もだけど、絶叫系はすごい怖くて、ちっちゃい頃もこういうものしか遊園地行っても乗れなかったんだよな。
特別な話ではないかもしれないけど、遊園地行ってもゲーセン連れてってもらってた印象とか記憶があるな。あまりね、いい顔はされなかったかもしれないけど、でもなかなかね、そのゲーセン、はい、あの音はゴーストちゃんの声だから大丈夫か。この辺になんかパンフレットがありそうなんだが、あ、一応セーブしとくか。セーブしとかないとね、このセーブポイントがなくなる可能性があるからな。どっかで落下してまたいきなり動くようになるかもしれないからな。地図がないとやっぱ辛いな、こういうのは。セーブポイントのどこかに地図あるんじゃないかと思うんだけどね、この辺に。なんだ、怖いな。観覧車か。ああ、そしてモグラが待っている。観覧車乗りたいのかな。俺ね、観覧車もね、怖いんだよ。下手するとね、実況動画でね、絶叫マシーンよりも観覧車の方が怖い気がする。なんだろう、とりあえず処理落ちはひどいってことは分かった。俺が今どこにいるんだ。おい、アルティメットタックルだけが反応早すぎだろ。いい感じの振り向き、また振り向き、あのアルティメットタックルか。勘弁してほしいな。さすがに観覧車に乗るつもりはないね。よし、デビルメイクライだったらもしかしたら観覧車には乗るかもしんないけどな。入れない？入れないか。入る気がないな。おお、今のってダメージ入ってんのかな。乗る気がないんだったらなんか鍵がかかっているとかそういう描写にねしてくれてもいいんだけど、これ入れてんのか入れてないのかもちょっと分かんないからさ。これだと地図が欲しいな。でないとなかなか自分が今どこにいるのかも。ああ、マジか。こういうのがあるから怖いんだよね。大丈夫か？まだ生きてるか？大丈夫そうだな。いやー、大丈夫そうじゃねえな。目がおかしいもん。嘘。あ、動けない。あ、マジで？あ、しょうがない、しょうがない。やるか。そうか、あ、なるほど、死にたいらしいな。アンプルが1個しかないから、俺は容赦しねえぜ。あ、口分かった。ここは斧の方が、あ、斧じゃない方がいいのかな。これ基本的に打撃武器よりも銃器の方が強いのかな。打撃武器の方が強そうだな。なんでや、なんでシビルがこんなに強いんだよ。おかしいだろうがよ。あ、そこそこ、危ねえ。じゃあどうしようかな。斧の方がいいかな。ひるまない。ひるまないってことは攻撃力が足りてないってことはないだろうから、
ここ、いや、ここで赤い目立つ使えないだろうな。これ、シビルに引っ掛けたところでどうにもならないだろうが。やってみる？な、いつどこで使えるかわかんないからね。あ！え、なんで？なんだ？中から寄生虫のようなものは。シボル、ウェイクアップ、スナップアウトオブイット。無理だって。背中からシボル、すんごい血出てるもん。ハリー、ワットハプンド。シュッ、ドントーク。アイルテイクケアオブユー。ハリー、Why did they take your daughter? Why her? I'm not sure myself. But you know, Cheryl isn't my biological daughter. I actually haven't told her yet. She probably already knows anyway, though. We found her abandoned on the side of the highway. Nobody knew where she came from. We didn't have any kids of our own. My wife was sick. And it didn't look like she was getting any better. So we took Cheryl in. So in that case, there might be some connection between Cheryl and this town. So what do you do now? Cheryl is my daughter. I will save her no matter what. あれがシェリルか。いや、違うか。これアレッサの方か。Hold it right there. I don't know who you are or what you're trying to do, and I don't care. Just one thing. Let Cheryl go. That's all I ask. What? お、え、うっそ。このゲームでそういうの出してくるの？あ、観念障壁。なんだ、あ、フラウロドットが。でもあれさ、全然意に介さないんだけど。あ、気づいた。あれ？初めてじゃね、あれ喋ったの。喋ったとか声出したの。あ、後ろで束ねている。ショートカットの人かと思ってた。確かにハリーと比べるとショートじゃない、や、少女っぽいですね。 We meet at last, Lessa. また出た。フルネームやめろ。Where's Cheryl? Where is she? Alessa, this is the end of your little game. Mama? Could she be? You've been a ghastly little pest, haven't you, Alessa? I was careless. Thinking you couldn't escape from our spell. But Mommy didn't know how much you'd grown. That's why I couldn't catch you all by myself. But what a pity, yes?
Now you're half indebted to this man for his help. Hey, what are you talking about? Alessa, my dear little girl, there is one thing left I need you to do for me. No! Get away from me! Bad girl. すごい声だ。おい、その顔やめろ。なんだ、なんでピクピクしてんの。ハリー、リサ、 What happened? Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering meI just can't get it out of my head. What is it, Lisa? So I went to look in the basement. Even though I was scared as hell. Like you said, there were these creepy rooms. But nothing really unusual down there. 何の話だ? But while I was down there, I got this weird feeling. Like I'd been there before.Something happened there, but I can't quite remember somehow. What was it? Harry, help me. I'm so scared. I can't take this. It's only a temporary thing. You're in shock from when you were knocked out. Don't fret about it. You'll remember after a while. No.You don't understand. Wait! Where do you think you're going? ん?あれ、一体どうなっているんだ? こっちが聞きてえよ、この音。足元から、地下から響いてきている。あ、行けってか、ボイラーじゃないの?ボイラーがあれだよ、動いてんだよ、きっと。そう思うしか、ここの地図は持っていない。嘘をつけ。病院の地図は持っていたろ。なんで持っていないことになってるんだよ。役に立ちそうなものはセーブポイントだけだ。セーブをしろっつってんの。とりあえずここで、できよ。不明じゃねえ、病院だろ。やめてくれよ、病院じゃなかったらここどこなんだよ。どうした、リサが。おかしい、まあでもリサがおかしいっていうか、こんなとこにいたらおかしくなるのは当たり前だし、むしろハリーがね、おかしいんだよね。これ冷静すぎるんだよね。こんなところでだよ、リサとさ、地下の下水道か話をした時に、まあお前一人なら守れるだろうぐらいのテンションだったからね、この時点でこいつおかしいなと思ったんだよ。無理でしょと。俺は自分の身守るので精一杯だよってね、絶対思ってるんだけど、よかったよリサ来なくてって。安心してたんだけど、ハリーだけがね、余裕しゃくしゃくなんだよね。おかしいんだよねこの人。で、なんだって、アレッサと、もしかしたらシェリルっていうのは、なんか、一心同体なものだったんですかね。気になるものはない。で、いいアレッサ、過去シェリルが、このハリーたちに助けを求めたのかな。子供ね、ちょっと病、まあ、ご病気とかだと分かんないけど、子供って、そんなに、まあ、昔のね、時代のゲームだから、子供がいて、ね、当たり前みたいな感じだったのかもしんないけど、今ね、この10年20年くらいか経って、別に子供が絶対必要かって言ったらそうでもないと思うしね、っていうような人間が多いから、まあ、少子高齢なのかもしれないが、とりあえず止めて続けてやろうかな。ちょっと動画を撮れる時間が今後取れるか不安になってきたんだよな。